97日目の虫キングカード紹介は、面型兜。初めての登場になりますか？姉ちゃん夏には登場してたかどうかわかりませんけども、足が短く、ずんぐりしている、木登りよりも地面に潜るのが得意ということで、お面みたいな、面型なんでね、感じで、ちょっと石みたいな見た目をしているカブトムシになっております。必殺技はコクワガタと一緒ですね。ローリングスマッシュになっております。はい、今回はですね、ノーマルカードもね、こういう風にキラキラ光っている。ネイチャー夏もそうでしたけど、という、歌になっておりますので、ね、後ろにこのデカデカと虫が、書かれてるんですね。光ってるとちょっと気づきにくかったですけど、これだとわかりやすいです。というわけで、また明日もお楽しみに。バイバーイ。